はい、始まりました。石もんじゃブーティーピー。寒いから冬と感じるよりかは、どちらかというと唇が乾燥しリップクリームを必要とするからこそ冬の訪れを感じる石もんじゃブー。ここ最近、私の手荷物のスタメンと化したリップクリームを塗りたくて、プルンプルンの唇でお送り届ける今回の配信。そう、J リーグのクライマックスの振り返り。一個人としてはこの週末は土日ともに、J1 リーグ33節の、僕の心のクラブ、京都サンガ FC VS セレッソ大阪戦と、あと J1 昇格プレーオフ1回戦の岡山 VS 山形戦のリアルタイム視聴ライブ配信の方を土日ともにさせていただき、結果としては非常に複雑な気持ちになったものの、J リーグ全体としては大いに盛り上がりを見せた J1 優勝争いに J1 残留争い、はたまた J1 昇格プレーオフ争いなどなど、サンガを愛する一サンガサポーターの石もんじゃぷが、簡単に週末のクライマックス J リーグをぼやいていきたいと思っておりますので、よろしければラジオ感覚でお付き合いいただけると嬉しく思います。ということで、まず早速取り上げるのは J1 優勝争い。首位横浜 F マリノスと2位の川崎フロンターレ、この2強でですね、最終局面を迎えた J1 優勝争い。結果としては2連敗中の首位の横浜 F マリノスが浦和レッズに4対1の勝利で、一方追いかける側の2位の川崎フロンターレは今目下 J1 リーグ5連勝中と絶好調のヴィッセル神戸に対して2対1の勝利と、両者ホーム最終戦譲らず、優勝は最終節へ持ち越しということで、いやこれは本当に面白い展開。J リーグのね、この優勝争いってなんだかの32、3節ぐらいでですね、ある程度優勝するチームが決まるのかと思ったところで、なんと最終節までもつれるわけで、またね、序盤のね、出来を見てるとも、横浜 F マリノスが優勝が固いと思ったところで、川崎のこの追い上げでありますから、横浜 F マリノスはね、ここ直近2連敗と、非常に心配がね、つきもので、特にこの2週間半ですね、次のこの浦和戦に向けて期間が空いておりましたので、このね、この2週間半の期間はですね、非常にですね、サポーターの方もですね、ドキドキしたと思いますが、蓋を開けてみれば、リカルド・ロドリゲス体制がですね、終焉に向かっている浦和に対して、モチベーションもね、非常に浦和としてはね、低くなっている状況でしょうから、その優勝に向けてモチベーションの高い横浜 F ・マリノスが、4対1の大勝でありますから、これはね、マリノスとしては一気に優勝に向けて光が見えてきた、そんな勝利だったのではないでしょうか。何よりもね、このマリノスのエウベル選手がもうチートすぎますね。3得点に絡んでおり、そのうちの2得点はもう完全にね、このエウベル選手が崩しての得点でありましたので、チームとしても崩すことはできるわ。エウベル選手のような、ここでですね、もう完全に一人で打開できるような選手もいて、横浜 F マリノス、しかも4点目に関しましてはセットプレーで点を取るなど、本当抜かりがない、さすが首位チームといったところでしょうか。で、その一方、首位横浜F マリノス勝ち点差2で追いかける川崎に関しては、ヴィッセル神戸に2対1の勝利ということで、いやーもう3連覇に向けて一部の望みをですね、残したこの勝利、何よりもこの5連勝中の神戸に対して、苦しみながらもですね、もう最後の最後は勝利をね、引き寄せるあたりは、もうさすが2連覇中のチームといったところでしょうか。先制に関しましてはね、家永選手の緩いパスにこのマルシーニョ選手の特攻でですね、先制点を取り、そこからですね、ゲームはね、なかなか川崎、ビッグチャンスがですね、多くありながらも、神戸のゴールキーパー、坪井選手のですね、デビュー戦ですよね、この J。この当たりに当たりまくって、なかなか川崎として追加点取れず、そんなところで後半、小林選手のフリーキック。めちゃめちゃ距離ね、フリーキックとしては遠かったと思うんですけど、縦回転気味のフリーキックでありましたから、そういった意味では、距離感的にはギリギリ意外と良かったのかもしれませんが、元韓国代表のチョン・ソンリョンゴールキーパーのですね、マウスをね、射抜くフリーキック、本当に読むことです。その上でですね、神戸、勢いが出てですね、この菊池選手のこのヘディングシュートフリーキックからの、これがね、
取り消しされるという、これがまさに J1 リーグ、まあ、VAR あってこその判定なのかなと。まあ、大崎選手がね、まあ、もともとオフサイドポジションにいて、ちょっと菊池選手がね、相手のディフェンダーと競り合うに当たって、ちょっと大崎選手が、一部関与していたのではないかというところで、まあ、この得点の取り消しによって、まあ、菊池選手にとっては非常に悔しい。しっかり競り勝ってね、ゴールに、ねじ込んだだけに、まあ、大崎選手に対してはね、まあ、文句はなかなか言えないでしょうけど、これは神戸にとっては残念。まあ、その一方、川崎としては本当に助けられましたし、なんか川崎は本当持ってるなと、まあ、実力だけじゃなくね、他の運の部分も川崎ってマジで持ってるなと、まあ、思い知られる、まあ、最終的にこの小林選手のね、PK 獲得も含めてなんですけども、いや、最後も家長選手の PK。もう、坪井選手のね、片手を弾いて、いやー、これも入っちゃうあたりがね、ほんと川崎、ね、なんか3連覇に向けてですね、可能性は全然ありえそうだと、まあ、感じさせる、まあ、この勝利、まあ、お互いですね、まあ、次節の、まあ、対戦相手に関しましては、横浜 F マリノスに関しましては、なんと、川崎が苦しめられた、ヴィッセル神戸。そして、川崎フロンターレに関しましては、東京 FC 東京とのゲームというか、まあ、共にアウェーでのゲーム。まあ、優勝条件に関しましては、マリノスに関しましては、まあ、勝利すればもう無条件で優勝。で、引き分けに関しても、まあ、仮に川崎が FC 東京に勝利したとしても、得失点差が今の時点で、まあ、もう11開いている状況からすると、まあ、マリノスは勝ちもしくは引き分けで、まあ、優勝と言えるでしょう。まあ、ただ、敗戦した場合は、まあ、これも川崎が引き分け以下だったら、まあ、勝てますというところで、まあ、そんな一方逆に川崎に関しては、もう勝利あるのみ。そして、横浜 F マリノスが、もう負け。もうこういう条件やから川崎としては非常に不利そうですけども、まあ、マリノスの対戦相手が何よりもこの神戸ですから、神戸もホーム最終戦で、絶対にね、この川崎、横浜 F マリノス2連敗っていうのは避けたいでしょうから、まあ、どうなるのか。また FC 東京もね、この玉川クラシコで、まあ、川崎相手にね、非常に FC 東京としては相性悪く、逆に川崎としては相性がいい状況でありますから、まあ、川崎のこの鹿島に次ぐ2度目の3連覇っていうのは、可能性としてはね、全然なくはなさそう。まあ、ただマリノスがね、この浦和戦で、まあ、つけた勢いっていうのをね、このまま、最終節、まあ、神戸戦にぶつけることができるのか、まあ、神戸もね、選手層、まあ、選手のね、スタメンに出るレベルだけ見たらね、マリノスの選手よりもね、下手し、勝っている部分もね、多少ね、あり得るんじゃないかっていうぐらいなので、まあ、ここは、まあ、マリノスが、ここまで積み上げてきたものを、まあ、ポステゴグルー監督からね、今、マスカット監督の引き継がれた、この積み上げてきたものをね、このいざこの最終戦にぶつけることができるのか、まあ、2013年シーズンはね、ギリギリで優勝をね、逃したというね、嫌な記憶がありますから、それをね、マリノスの2013年の優勝打ち砕いてもね、もうこの川崎相手でありますから、まあ、川崎相手にまあ優勝ですね、まあ、最後逃げ切るマリノスを見ることができるのか、それとも川崎の3連覇になるのかも含めてですね、優勝争い本当に最後まで見逃せません。そして次、一方の J1 残留争いですが、静岡勢が揃って敗戦、磐田と清水ですね、まあ、結果磐田が1年で J2 に元戻り、昨シーズンね、磐田と一緒に J2 から J1 に昇格した、まあ、京都サンガ FC のサポーター目線的にはですね、これは本当にショック。まあ、京都としてはね、J2 優勝ね、磐田に明け渡した形の昨シーズンでありましたので、まあ、ちょうど今から1年前なんてね、まあ、磐田と京都が、J2 優勝争いに向けて、まあ、決戦を迎えるね、そういう時期やったと思うんですけども、まあ、そこからね、もう1年の歳月を経て、磐田としては、J2 優勝したチームが翌年、J1 から J2 に降格でありますから、まあ直近で言うとね、まあ2020年の徳島ね、もね、J1 優勝して、まあ翌年に J2 に降格したっていうのもあって、これはね、本当にちょっと J2 と J1 の差はね、まだまだあるなと思いながらも J2 をで、ね、割と、まあ、取り上げるチャンネルとしてはですね、まあ、非常に歯がゆい。だからこそですね、まあ京都は、何としても J1 にこれは残らないといけない。やっぱ J2 を代表してね、今シーズンはまあ、岩田と京都が戦っていると思いますので、この J1 の舞台で。まあ、J2 から J1 に昇格したチームが、まあ、
2チームともね、一気にね、翌年落ちるなんて、そんなことはね、絶対あってはいけませんから、まあ、岩田のね、降格は非常に残念と思うとともに、京都としてはね、何としても J1 に残留しなければいけないっていうのは、まあ、より J2 をね、代表するチームとしてですね、今シーズン、より思った次第です。まあ、そこでですね、まあ、各チームの、まあ、結果をね、ちょっといろいろ振り返っていきますと、まず、32節時点で13位だった湘南に関しましては、サガン鳥栖に3対0の勝利と圧勝によって、まあ、13位キープ、まあ、エース町野選手の2得点と、このワールドカップのね、最後の、まあ、最終選考のメンバーに向けて、まあ、猛アピールとなった2得点だったのではないでしょうか。まあ、エースが確立できているのは本当に湘南個人的にめっちゃ羨ましい。そしてその一方、エースを確立できていない京都に関しましては、まあ、セレッソ大阪と0対0のドロー、まあ、ホームで2試合連続、まあ、勝ちきれない状況は、まあ、京都産業FCのサポーター目線的には本当に歯がゆい。まあ、脱ピーター・ウタカがね、徐々にね、京都としては、まあ、チームのスタイルも浸透してきてて、割とね、ゲームの内容的にはね、もう全然悪くない、この J1 の舞台でも。ただ、最後ゴール前での、まあ、冷静さと大胆さ、まあ、これがね、欠如していて、本当にね、まあ、開始早々の荻原選手の得点もしかり、まあ、最後ね、まあ、ロスタイム、もう荒木選手のゴール前でのね、ドフリーシュートもね、これセレッソ大阪の船木選手にね、弾かれてしまった次第なんですが、ここあたりはね、ちょっと、京都、まあ、かつてね、エースとして君臨してたピーター・ウタカ選手だったらなって、まあ、思う次第ではあるんですけど、まあ、そんなピーター・ウタカ選手はね、今現在、もう、どちらかというと、プライベートブランドの、まあ、PU クロージングの方に今力を入れてるということで、まあ、そんなウタカ選手がね、ちょっと最終節、まあ、岩田戦に向けて復帰になるのかも含めてですね、ちょっと京都はいろいろと、まあ、岩田戦に向けて、まあ、もどかしい及び、やっぱウタカが欲しいなっていうのは、なんか思った、そういう試合であります。で、次、15位の福岡に関しましては、まあ、柏レイソルに2対1の勝利と、いや、山岸選手とファンマ選手の、まあ、2トップの得点ということで、ファンマ選手に関しては、ここに来て、2試合連続2得点と、まあ、これもね、エースが、まあ、点を取ればね、そりゃチームも順位を上げるわっていうところで、福岡、これも京都としては羨ましい、まあ、この勝利。で、次、16位の清水に関しましては、こっちはね、ここもエースが確立できている、まあ、チアゴ・サンタナ選手という強力なね、まあ、エースが、いる清水でありますが、まあ、チアゴ・サンタナ選手に、ね、どうしてもボールを預けるっていう、わかりやすいサッカーにシフトしていることから、なかなか、相手チームに対策されて、まあ、鹿島としては、まあ、三沢選手の一発に、まあ、清水としては沈められて、まあ、0対1の敗戦。まあ、これは、サンガサポーター目線からすると、本当に、まあ、助かった、この清水の敗戦。そして、17位のガンバ大阪に関しましては、岩田と、まあ、2対0の勝利。一方、岩田は敗戦。この直接対決。このゲームは本当に、まあ、今節一番重要なゲームだったのではないでしょうか。まあ、岩田がね、勝てばね、J1 残留に向けて一気にね、その雰囲気が出てきそうだっただけに、まあ、ここをね、きっちりとガンバ大阪勝利するあたりは、まあ、やっぱり選手層に関しましてはね、ガンバ大阪 J1 リーグにおいてもね、結構屈指なものがありますから、まあ、この自力がもう勝ったなと、まあ、ただね、このゲームね、もう岩田、もう遠藤選手のスタメンっていうのがマジで激アツでしたね。まあ、そんなガンバ大阪、まあ、パナスタに凱旋試合ということで挑んだこの遠藤選手。これビッグチャンスあったんですよね。まあ、ガンバもね、小野瀬選手がね、まあ、無人のゴールを外すビッグチャンスもあれば、この逆に岩田はこの遠藤選手のまあビッグチャンス、まあ、山田選手から右サイドの鈴木選手に展開し、鈴木選手のね、素晴らしい高速のね、グラウンドのね、パスに、これを遠藤選手ちょっとらしくなかったかなと、まあ、フルス相手にちょっと気持ちが入った部分も多少あったかもしれませんが、ここはね、ガンバ大阪、本当に助けられたかな。これ遠藤選手に決められたガンバ大阪としてはダメージ大きかったでしょうから、ここはね、このゲームの本当勝敗を分ける、まあ、ポイントが、これ遠藤選手になってしまうという、まあ、その後ね、もうメシの選手、まあ、途中出場のメシの選手とパトリック選手の2ゴール、これは本当に自力ですね。メシの選手の得点は多い選手のね、股を抜くシュート、絶妙でしたね、あれは。もうなんかフォワードの選手だったらちょっと憧れるようなあのシュート、ちょっとずらして、まあ、ずらしてシュート打つまでのテンポがね、ワンテンポ早いんですよ。だからこそ股を通せたあのシュート。いやー、本当にこのガンバ大阪にね、京都としては、まあ、順位を抜かれるという形でですね、非常にすごいゴールと思いながらも、ちょっとショックな、
このメシの選手のゴール及びパトリック選手のまあオーバーヘッド、そこで各チームの結果を振り返ったところで、33節時点での順位表と各チームの最終節の対戦相手の方を見ていきたいと思います。まず33節時点での順位に関しましては、13位の湘南変わらず、で14位の福岡と15位のガンバ大阪が2連勝によって、いやこの J1 残留圏内に上がってきました。でその一方、京都が16位の入れ替え戦に回るという状況、そして16位の清水は J2 自動降格圏に降りてきている状況で、18位の岩田に関しましては J2 に自動降格が決まったという状況となっております。でそこで各チームの対戦相手の方を見ていきますと、湘南に関しましてはアウェーの柏戦で、福岡に関してはアウェーの浦和戦、ここはね、浦和、ここ直近リカルド・ロドリゲス体制がね結構終焉をね迎えている状況下で、結構モチベーションは下がりそう。ただ浦和のサポーターがね黙ってないぞというところでね、ここはね浦和の選手たちにね、この1、まあ、3がのサポーター目線的にはね振るってほしいところではあるんですが、でまあガンバ大阪に関しましてはこの鹿島アントラーズとのアウェー戦、これはガンバ大阪にとっては結構難しいゲームになるんじゃないかなと。まあ、鹿島もね、アジアチャンピオンズリーグのね、枠の争いに向けてね、まだ最後までね、粘っている状況でありますから。で、16位の京都に関しては、これが岩田との直接対決、まさかですね。で、17位の清水に関しましては、アウェーで札幌のゲームということで、まあ、札幌と清水ってなってくるとね、すげえの、マジで頑張ってくれとね、個人的にちょっとエールを送りながらも、まあ、各チームアウェーでのこの残留争うチームはもう全てね、どのチームもアウェーでの対戦ということで、まあ、清水に関してはね、もう入れ替え戦に行くか行かないかっていうところでありますから、まあ、京都の結果はね、清水からしてもね、非常に気になるところ、まあ、同じ静岡県同士の岩田には、ぜひ頑張ってくれとね、おそらく清水のサポーターの方々は、まあ、非常に思っていることなのではないでしょうか。ただやっぱりね、なんだかんだポイントとなるのは、やっぱり京都 VS 岩田のこの直接対決、まあ、昨シーズン J2 に所属していたチーム同士の対戦、まあ、京都はね、これ勝てばね、勝ち点38で、まあ、湘南、福岡、ガンバが全てね、勝利じゃなければ、まあ、J1 残留を勝ち取ることができますから、京都としては結構分かりやすく、まあ、湘南、福岡、ガンバ全てがね、勝つとは個人的にはね、思っておりませんので、個人的にはね、鹿島と浦和、いわゆるまあ、対するガンバ、福岡に対してはね、結構この浦和鹿島はやってくれるんじゃないかな、まあ、どっちかがやってくれるだけでも構いませんので、いや京都としてはね、まあ、それを祈りながらもね、本当この岩田戦に向けて、まあ、全集中、まあ、ここ直近岩田に対してはね3連敗中なんですよね。だからちょっと嫌なね、ちょっと雰囲気っていうのはありながらも、もう京都はもう勝つしかない。ただ岩田はこのモチベーションがない状況、ただこれもモチベーションがね、岩田としては、もうないって言ってもですね、この J、かつて京都が2010年、まあ、J2 降格決まった時ですね、FC 東京を道連れにしましたから、それとね、それを今一瞬ちょっと思い出してしまったんですけども、ちょっと嫌なことを思い出しましたね。また合わせて、この、まあ、降格が決まったチームといえばね、他、2017年の新潟に関しても、いや降格が決まって以降ね、確か4連勝フィニッシュでシーズンを終えて、まあ、J2 に、ね、新潟落ちましたから、まあこの降格が決まったチームは侮れないんですけど、京都としてもこの J2 に所属していた2チームが、まあ、J1 昇格して翌年度にこれ2チームとも落ちるなんて、まあ、J2 をね、今シーズン代表している、まあ、岩田と京都、まあ、および、まあ、特に、まあ、岩田は落ちてしまったので、京都としてはね、もう絶対に、もうこの J2 代表の維持にかけてもですね、もうこの岩田戦、もう絶対勝つぞというところで、まあ、ポイントとしてはね、ピーター・ウタカがね、復帰なるのかも含めてですね、非常に楽しみになるこの京都 VS 岩田。まあ、この優勝争い以外にね、興味がある方に関しましては、もうこの京都 VS 岩田戦、ぜひですね、私、リアルタイム視聴ライブ配信の方もお送り届けたいと思っておりますので、よろしければ、ご一緒にですね、盛り上がっていただければと思います。
もう入れ替え戦でもう最後までヒヤヒヤするのは本当にごめんです。まあ、そこで今現在京都がですね位置している16位の入れ替え戦に関しましては、もう何よりも J1 昇格プレイオフの優勝チームと対戦するわけですから、その J1 昇格プレイオフチームの動向も非常に気になるということで、まあ、次この J1 昇格プレイオフの1回戦の方をですね振り返っていきたいと思います。まず結果に関しましては、4位の熊本 VS 5位の大分、2対2のドローで、熊本が、プレイオフ決勝に進出で、一方3位の岡山 VS 6位の山形はなんと0対3で岡山敗戦、一方山形勝利したことにより6位の山形が、プレイオフ決勝に進出。まあ、全体的に見るとやっぱりリーグ戦の時のいい流れ悪い流れがそのまま結果に反映しているのかなと。まあ、この4チームのうち、まあ、山形に関しましては、リーグ、まあ、41節42節は、2連勝フィニッシュで、一方、熊本大分岡山に関しましては、2連敗フィニッシュという状況でありますので、この相反する状況で、まあ、迎えたこのプレイオフ、まあ、まずは、4位の熊本と5位の大分に関しましては、まあ幸先よくね、開始18秒、大分の、まあ、高木選手がね久々の先発復帰で、まあこの熊本の高橋選手がねキックオフ早々から追いかけてくるんですけども、そのプレスをいなす、まあ、あのキックフェイントからのこのロングフィードに、まあ、伊佐選手がね最初触って、まあ、左サイド増山選手に展開し、最後はなんだかんだこれ伊佐選手が仕留めるという、この、まあ、プレイオフのですね、いや本当に醍醐味がこの、まあ、いわゆる下克上ですよね。順位的に、まあ、5位の大分が4位の熊本に対して食ってかかる先制弾に関しては、もう本当に相変わらずプレイオフだなと。まあ、大分もね、まあ、このゲーム本当にスタメンをね結構リーグ戦の時と比べると、まあ、入れ替えに入れ替えて、まあ、奇襲がですね、まあ、そのまま、まあ、結果として、まあ、先制弾に結びつき、まあ、大分としてはこのままゲームをね優位に進められるかと思いきやね、まあ、なかなか決めきれず、まあ、熊本のね井岡選手がねちょっとビルドアップの部分が結構怪しかったんで、井岡選手のところ結構狙いながらも、まあ、野村選手がねポストに直撃のシュート、まあこれも井岡選手からボールを奪ってのね決定的チャンス、これをね大分としては決めきれればっていうところで、もこれを決めきれず、まあ大分としては前半終了で、まあ迎えた後半に関しては、まあ、熊本がおせおせムードで、まあ熊本としては同点にすればいい状況でありますから、大分が耐える展開が続く後半、まあ、後半40分過ぎまで大分本当耐えに耐えて、まあ、J1 昇格プレーオフ、まあ、決勝進出に向けて本当に光が出ていたところだったのが、そこで、まあ、熊本の猛攻がついに実ったという形で、まあ、佐藤選手のロングフィードにこれ後半42分、まあ、熊本の選手が、まあ、ヘディングですらしい、ここ大分の小出選手、まあ、これまでで、ね、あの、熊本の攻撃を食い止めまくってた小出選手がここに来てのスライディングを空振るという、まあ、その結果、熊本の坂本選手が抜け出し、まあ、この同点弾。いやー、これでね、熊本のボルテージが一気に上がり、まあ、ただ同点ではあるんですけども、熊本が勝利したかのような、この喜びようによって、まあ、大分としては完全に動揺してしまったのかなと。まあ、大分といえばね、このロスタイムに、まあ、ペレイラ選手のね、同点弾もしかり、まあ、長澤選手のね、決勝弾なども、まあ、大分後半ね、最後の最後で、まあ、1点取り切る力はあるチームなだけに、この熊本の、まあ、失点はショックではあるんでしょうけども、ちょっとこの得点によって大分完全に動揺してしまい、もう前がかりに行き過ぎたのかなと。まあ、そのまあ冷静さを欠いた大分としては、結果あのまあ姿選手のまあクリアによってですね、まあ、カウンターを食らい、まあ、タッチライン際で途中出場の相原選手が拾い、まあ、相原選手がここ、まあ、大分の選手2人の間をつくパスをターレス選手についた。これでねちょっと勝負割り感がありましたね。もう大分のねディフェンダーも人数がもう全然足りておらず、もうターレス選手、坂本選手が、ね、タイミングよくあの、ダイアゴナルランしてくる相原選手にパスを供給し、相原選手のゴールで熊本2点目、まあ、これで本当に勝負あり、これは大分にとってはね本当に悔しすぎるこの立て続けの、まあ、2失点。まあ、1失点以内やったらね、最後ロスタイムね、ペレイラ選手の肉弾戦に持ち込めば、大分としてはね、なんとかやっていけそう、やっと個人的に思ってたんですけど、まあ、結果ね、まあ、最後後半とロスタイムにペレイラ選手の、まあ、同点弾が決まりましたので、大分としてはこのやっぱプレイオフのレギュレーション上、まあ、
あの上位のチームがねやっぱ勝ち上がりでありますから、この同点になったタイミングでなんか負けたかのようなね雰囲気が一瞬大分に漂い、これで一気に前がかりに行き過ぎて、このやっぱ冷静さを欠いたのがですね、まあ、非常にまあ大分としては痛かった。まあ、およびね、まあ、リーグ戦全体的に見ると大分としてはね、やっぱ4位以上でフィニッシュするべきチームで、まあ、最終節も、まあ、熊本が横浜 FC との対戦に対して、大分に関しましては琉球との対戦でありますから、最下位の琉球との対戦で、これをね、勝ってれば4位の座を勝ち得ることができた大分でありますので、そういったところもですね、まあ、リーグ戦の積み重ねがですね、まあ、結果このプレイオフの、まあ、この1回戦にて大分としては降りかかったこの敗戦。大分としてはね、本当に、まあ、ミス続きのね、まあ、ここ直近のゲームからの、まあ、最後、このゲームを負けたのも、まあ、ミスによる、まあ、失点もなんですが、何よりも、まあ、2点目、3点目取れなかった、まあ、大分のね、自力の部分もですね、まあ、ちょっと足りなかった部分も、大分としては、まあ、来シーズン、まあ、下平監督もおそらく指揮は取ることでしょうから、まあ、この悔しさをね、バネに、まあ、大分、来シーズンの活躍を期待したいところです。で、一方、熊本に関しましては、まあ、この何よりもこの大木武さん、まあ、私の愛するさんがね、かつて、まあ、2011年から2013年と3シーズン指揮を取っていただき、まあ、2012年と2013年シーズンはプレイオフ勝ち上がることができませんでしたから、まあ、そんなプレイオフに対してはね、まあ、ちょっと嫌なイメージはね、心の底ではね、おそらく持ってるでしょうけども、まあ、そのね、まあ、プレイオフの雪辱を晴らすじゃないですけども、個人的に大木さんとしてはね、まあ、決勝進出、ここはね、もう何が何でもですね、まあ、ものにしたい、この1回戦の勝利だったのではないでしょうか。まずはね、京都産業 FC のサポーターとして、まあ、かつてお世話になった大木さんに対して本当におめでとうございますと言いたいです。そして次、一方のゲーム、まあ、私がリアルタイム視聴ライブ配信の方をお送り届けました3位の岡山 VS6 位の山形ですが、0対3で岡山敗戦、一方山形勝利。いや、プレーオフの恐ろしさがそのまま現れたこのスコア。やっぱ勢い通り山形が本当に持っていきましたし、やっぱ3試合連続この 3-0 勝利。山形本当に強いですし、まあ、岡山はね、まあ、2連敗からのね、この、今現在ね、2試合連続ね、3-0 勝利と来ていた山形でありましたから、まあ、ここ、まあ、今シーズンね、岡山、山形とはね、実質3試合して、まあ、岡山が3勝ね、0敗とね、岡山が、まあ、勝ち越しはしているものの、やっぱりね、まあ、プレーオフはやっぱ直近のね、やっぱ状況が一番重要なのは、まあ、ここ最、まあ、過去のね、経緯からしても、やっぱり2012年の京都が、まあ、昇格を、まあ、自動昇格をギリギリで、まあ、逃し、まあ、大分にボコボコに行かれた、まあ、2012年シーズンに、あとは2016年シーズン、まあ、清水エスパルスに大逆転 J1 自動昇格を果たされてしまった、松本に関しましては、岡山に、まあ、2対1でギリギリで敗れてしまうなど、まあ、自動昇格がですね、まあ、近かったチームが、まあ、3位に、まあ、落ちてしまった場合のプレイオフは、本当に、まあ、結果が出ないと言いますか、やっぱりモチベーションの持っていき方及び、やっぱり、ただでさえ自動昇格を逃したショックがありますから、まあ、そんなね、状況がね、これ結果として現れてしまい、かつ、まあ、そんなところでも岡山やっぱホームのね、サポーターの方々のやっぱ後押しっていうのは岡山の選手たちにはですね、奮い立たせるものがあったと思いますが、ただそれがね、ちょっと岡山のディフェンダー陣冷静さを欠いてしまったなと、まあ、この山形の先制団リサロアキラシルバーの選手の1点目、まあ、この岡山のディフェンダー陣の裏を抜け出してのシュート、まあ、後藤選手に弾かれましたけども、それをねきっちりと押し込むディサロアキラシルバーの選手、本当に冷静ですしザストライカーでした。まあ、その失点したね岡山に関しましてはね、このまあ、バイス選手とこの柳選手がね、完全に2人ともこの山田浩太選手に食いついてましたね。まあ、開始早々そこから岡山の選手がね、この山田浩太選手をね、潰しに行ってるっていうのがあって、まあ、キーマンとしてこの山田選手をね、まあ、抑えなあかんっていうのは、岡山のまあディフェンダー陣としては共通認識があったでしょうが、まあ、ここがね、このまあ先制点の場面で裏目に出てしまうという、まあ、このね、まあ、サイドバックのね、選手が残っていたっていうのもあって、ここはね、二人のセンターバックだけを攻めるのは、ちょっと違ってて、まあ、ここはサイドバックの選手も含めて、まあ、センターバックの選手たちだけやったらね、オフサイドポジションでしたから、ディサラキラシルバーの選手。結果、サイドバックの選手が、センターバックの二人に、まあ、連動できていなかったから、これ、最終的に失点しまったわけで、まあ、ただ、センターバックもね、二人、やっぱ、リスク管理はしっかりしないといけないので、この横一列に柳選手と柳、バイス選手がなったのは、これもいけませんので、まあ、ここはね、やっぱ昇格プレイオフ、
まあ、1回戦やっぱりホームでねやっぱ奮い立たせられるものがあったでしょうから、まあ、ちょっといろいろと冷静さを欠いてしまったこの、まあ、岡山の、まあ、1失点目これでねちょっと岡山としては非常に、うん、ちょっとゲームもだいぶプランは崩れたのではないかなと、まあ、そんな肝心なね岡山のエースミッチェル・デューク選手も正直ボールがなかなか収まらずで、うん、岡山としてはなかなか、うん、なんか飛び道具でね、まあ、ロングスローからのヘディングで、まあ、柳選手がゴールに迫ったりなどありましたけども、まあ、山形に脅威を与えるぐらいには至らず、まあ、後半途中から投入されたチアゴ・アベス選手があわや PK 獲得かっていうね、場面があったんですけど、まあ、これはね、まあ、チアゴ・アベス選手がちょっともらいにいていた感はあったので、まあ、PK は取られず、まあ、これ PK 取られてたらね、また展開も全然違っていたんでしょうけども、まあ、ここは審判、まあ、しっかり今見られていたなと。で、まあ、そんなところで、まあ、岡山としてはね、まあ、なかなかその、まあ、空中戦にね、持ち込むような展開もね、なかなかそのいい形でクロスを上げさせてもらえるっていうことも、山形の選手たちに、まあ、させてもらえませんでしたから、まあ、岡山としては、まあ、リズムはなかなか作れず、まあ、その中で、まあ、迎えた、まあ、後半30分、山形の河合選手の、まあ、ドリブルがちょっとイレギュラーな形でですね、裏に抜け出て、まあ、これを、まあ、中に折り返したらデラトーレ選手、まあ、途中出場のデラトーレ選手、そして、まあ、後半35分に関しましては、これも同じく後半、途中出場の、まあ、チアゴ・アビス選手の、まあ、押し込み弾というところで、いや、もう完全に岡山、このデラトーレ選手の、まあ、得点で、まあ、気持ちが完全に切れてしまったなと、まあ、後半終盤、まあ、ヨルディバイス選手と柳選手がですね、まあ、前線に駆け上がっての、まあ、パワープレイに持ち込むも、まあ、時すでに遅し、まあ、個人的にヨルディバイス選手がね、このゲームね、まあ、冷静さを欠いていた割にはですね、意外と前線にはそんなに上がらずで、結構中途半端だったイメージがありますので、まあ、ヨルディバイス選手目当てでね、このバイスってね、叫ぶためにね、このゲーム見ていたんですけども、もうあまりバイスと叫ぶことはできずで、ちょっとまあこの岡山目線的にはね、まあ、特に木山監督に関しては、まあ、これまで、千葉、愛媛、山形、岡山と4チーム揃ってまあプレーオフ、まあ制することができずで、いやー、この木山さんにとってはちょっとトラウマになる、まあ、プレーオフ敗退だったのではないでしょうか。ちょっとここは岡山、来シーズン木山監督でですね、ちょっと切り替えて挑むことができるのかも含めて、そこの去就も含めてですね、ちょっと非常に気になるところです。で、一方山形に関しましては、まあ、3試合連続 3-0 勝利でありますから、いやもう間違いなく今勢いがもうノリに乗ってて、まあ、プレーオフね、直近の状況が本当にその結果に現れるのはもうこの1回戦もそうですし、まあ、過去の結果から見てもそうなので、いやー、この4位の熊本 VS 6位の山形、まあ、舞台はね、熊本の、まあ、笑顔健康スタジアムということで、ここはね、まあ、このスタジアムの名前通り、まあ、熊本が笑顔で終わることができるのか、それとも山形がこの、まあ、熊本、まあ、県民に対して涙不健康スタジアム等を貸してしまうのか、まあ、どっちが勝ってもですね、本当に熱い J1、J2 入れ替え戦になることは間違いなし、まあ、特に熊本にとってはですね、この、まあ、笑顔健康スタジアムで、まあ、2試合連続ね、ほぼ満員のスタジアムで、まあ、プレーできた経験っていうのはめちゃめちゃ大きいと思います。まあ、そこに山形が、まあ、洗礼された、まあ、山形の、まあ、このポジショナルプレーで、まあ、これを突き入ることができるのか、まあ、熊本は相当ね、ちょっとボルテージは、このスタジアムも含めて熱気、も及び選手のね、まあ、馬力の部分にも現れるでしょうから、まあ、この、まあ、攻守のね、切り替えの部分に関してもですね、まあ、両チームともね、まあ、結構選手の配置の立ち位置も優位性を確保するような立ち位置をね、うまく、つくチームでありますから、まあ、数的同数になった時はね、まあ、どっちにしろも球際の部分の攻防が非常に激しくなりますから、まあ、この、まあ、4位の熊本 VS6 位の山形、まあ、私一個人としてもね、リアルタイム視聴ライブ配信の方をね、お送り届けたいと思っておりますので、よろしければ皆様、一緒に盛り上がっていきましょう。以上、J1 優勝争いに、J1 残留争い、はたまた J1 昇格プレーオフ争いの簡単なレビューでした。来週皆様に訪れるのは最高の週末か、それとも悲しみの週末か、まあ、答えは来週やってきます。まあ、皆様にとって最高の週末になることを祈って、ここらで締めさせていただきたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメントしていただけると嬉しく思います。また、次回の動画でお会いしましょう。石門ジャップ TV でした。